これだけ需要がその何ですか満たされている中で,ですね、うん、どのようにしてその他者よりも人をね一つ二つ頭を飛び出た存在になるのかその辺についてのですね戦略戦術あのですねやはりうちはひよこっていうのが一つの特徴だと思うんですね形にしても名前にしてもだからそれの強みだからひよこのフォロムをしたお菓子今まあ何種類かございますけども それをもっと拡充して、まあ、ひよこブランドを確立していくとそして今福岡と東京に会社があるんですけどもえ福岡は福岡なりの、まあ、ブランド作り東京は東京のブランド作りこれをもっと顕著に、えー、進めていこうと考えています、はい、一つにはですね東京でえー、っと夏ぐらいから、まあ、これは東京駅だけなんですけども あの塩ひよこというお菓子を作って出してるんですねあの九十何年ひよこ売ってますけど、うん、初めてあのひよこのまんじゅうの中に小豆と塩を入れたんですねでこれあの東京駅のキヨスクの売店の一箇所だけなんですけども、うんはい、かなりすごい売り上げが上がってますね、えーえー、だからやっぱり地域もありますしそのもありますし やっぱ売り場の限定、うん、お客さんっていうのはやっぱりその限定品っていうのを非常に価値を、ね、求めますね限定品やれ何どこ産地直送とかんとか,とだからそういうやっぱりお客さんの心理をこう追求していきながらですね、うんえー、東京は東京福岡は福岡ということで、うんえー、もっとこう研ぎ澄ましていきたいなと思ってるんですけど。なるほどで福岡も 年明けたら、はい、新しい商品を出す予定にしてます。年明けそうです東京でしか当分は食べられない。そうですね。東京でしか売るつもりありませんし。うん、株式会社ひよこのですね。うん、これから先のことですね。はい、えっとですね。2012年がちょうどひよこが誕生して100周年ということで、はいはい、まあそれに向かって今あの私どもの会社はですね。はい なんとかもうどこから突かれても万全な会社になるためにえやっていこうということでいろいろ社員一同となってですねえ頑張ってるところなんですけどまあそれにはやっぱり何か目標がないといけませんしブランド戦略とかそういったものをですねえ上だけが分かってちゃうね話にならないと社員みんながえ頭に入って行動していくということで。 そういういろんな勉強会をやったりはしております400人の社員さんにですね、はい、そのトップの考えを浸透させるために工夫としてはどういうことを他にしてらっしゃるんでしょうかそういう例えば中期計画の発表会であるとかそういうこともやってますしあとワークショップなんかもあのまあ、ひよこのああさ将来の姿をみんなで考えるとかいうようなことも、うん、やらしてます でもあのひよこと聞きますとやっぱりそのテレビ CM のユニークさがです、ね、やっぱり非常に私たちの脳裏に焼き付いてるんですが、うんまあ、これはやっぱり父のあれ影響が大きかったんじゃないかと思いますね。すねあの結構早くだからあのローカルではああいうコマーシャルとかねそういうのをやってますし、うんうん、一時はですね、はい、売十上ーの20%ぐらい交付費使ってましたからね。

思っています、はい、伊沢社長本日はお久しいところいいありがとうございました。